利根川水系8ダム、利根川水系8ダム、利根川水系8ダムとは、利根川に建設されたダムのうち、東京都をはじめとする首都圏へ、上水道を供給することを、目的の一つにしている、多目的ダム群の総称。すべて国土交通省関東地方整備局あるいは、独立行政法人水資源機構が管理している、以下のダムが包括されており、 いずれも群馬県、下久保ダムは一部埼玉県、渡瀬せ遊水地は一部栃木県に重なっているに建設されている。国土交通省は単に、利根川上流ダム群と総称しているが、下記、特に渇水が問題化してくると、ニュースや天気予報においてこの章で、貯水量が報道されるケースが多い。8ダムの中において、最大級の規模を誇るのは、焼き沢ダムであり、 高さ131.0メートルで総貯水容量は、利根川水系のすべてのダムにおいて、最大の2億430万トンである。ダムの高さで言えば、奈良又ダムの158.0メートルが最高であり、日本のダムにおいて、第4位の高さとなる。法的には、藤原、相又が、河川総合開発事業に基づくダム、その源が特定多目的ダム法に基づくダムであり、 渡らせ貯水池を除く残りのダムは水資源機構法に基づく多目的ダムである。いずれも主務大臣は国土交通大臣である。目的は洪水調節、不特定技水を主目的とし、このほかに考え、上水道、工業用水道の供給、発電を行う。ただし、上水道目的を有するのは、や、久は、らまた、下久保、草木、 渡瀬せ貯水池の5ダムあり、8ダム全部が、首都圏の水亀であるという表現は、厳密には等を得ていない。なお、発電に関しては、東京電力によって、焼沢発電所が、焼沢ダムと須田海ダムとの間で、また丹原発電所が、藤原ダムと丹原ダムとの間で、溶水発電を行っている。これらの発電所で発生した電気は、首都圏へ供給されている。利根川水系で ダムによる河川開発が計画されたのは1947年、昭和22年のカスリン台風がきっかけである。埼玉県大利根町、玄華図市で堤防を決壊させた利根川の濁流は江戸川堤防沿いを南下して、首都、東京へ流入した大な被害をもたらした。首都水没という非常事態を経験した政府は、旧内務省が1939年、 昭和14年より実施していた、利根川海収蔵保計画のせいを迫られた。当時全国各地で水害による重大な被害が頻発しており、混乱した日本経済がさらに疲弊することを警戒した経済安定本部は、諮問機関である地水調査会に対し、根本的な河川改修の方策を図らせた。検討の結果、1935年。 昭和10年より全国7河川一故障で進められていた河水統制計画をベースに洪水調節を主目的とし利水も権利した多目的貯水地による河川総合開発が最適とする結論をした。1949年昭和24年経済安定本部は利根川をはじめとする全国主要重水系に対し河川改修改定計画を発表し、 多目的ダムによる治水を強力に推進しようとした。利根川においては、同年、利根川回収改定計画がまとめられ、利根川と唐津川が合流する直下の八戸島、現、群馬県伊勢崎市八戸島町。ちなみに、国土交通省による利根川、本川直轄管理区域の上流端は、唐津川合流点である、支店において、基本高水流量、基準とする洪水流量を、 カスリン退封じの洪水流量である1万7千トン、秒に抑えることとした。これを受け河川整備計画として、全体の70%程度、1万4千トン、秒を、堤防整備などの河川改修で対処し、残りの3千トン、秒を上流ダム群で抑制することとた。同時に1931年、昭和6年から進行していた、絹川河水統制事業も併合し、 木の川上流にダムを建設して、利根川下流の洪水調節も図ることとした。これらの計画に基づき、すでに複数地点で予備調査が進められていたダム計画が、正式に建設省の事業として推進されることとなった。当初対象となった河川は、利根川本川のほか赤谷川、片品川、あず川、カラス川、神ン川、木の川,川といった、 利根川水系の主要支線であり、これらの河川に、京急期のダムを建設することで、利根川中流、下流域地水を河川回収とのコンビネーションで実施した。したがって、当初は、地水に重点が置かれていた。ちなみに1950年代当初に計画、建設されていたダム計画は、以下の通りである。1951年、昭和26年には、 国土総合開発法の施行に伴い、トネ川、水系は、トネ特定地域総合開発計画の指定地域となり、より強力な河川開発を行うこととなった。1950年代には前期のダム事業のうち、藤原ダム、相又ダム、五十里ダムが完成していたが、これに加え、日本最大の多目的ダム事業となる、予定の沼田ダム計画、インバルマ付近から、 東京湾へ利根川の洪水を放流する利根川放水路計画、そして利根川川口関計画が新規事業として計画された。だがこの頃になると、戦後の混乱期を脱出し次第に東京都の人口が増加、また、景品工業地帯の拡充による工業生産活動の増大により急速に上水道、工業用水道の需要が拡大した。1957年、 昭和32年には、多摩川に小河内ダムが完成し東京の水がめとなったがこれだけでは安定した水供給は望めず、さらに埼玉県、千葉県等の郊外も人口が増加し水需要の逼迫は明白となった。これに対処すべく政府は1967年、昭和32年に水資源開発促進法を施行し、総合的な利水事業の整備を目的とした。 水資源開発公団、現、水資源機構を設立。関東と関西の急増する水需要に対応しようとした。利根川は、淀川と共に水資源開発推計に指定され、以後、利根川水系水資源開発基本計画、フルプランに基づく水資源開発が公団によっててけられるようになった。これより利根川の河川開発は、 洪水調節を主眼に置いた治水から安定した水供給の確保という利水に重点が置かれるようになった。高段発足の同年焼き沢ダム、下久保ダムが建設省より高段に事業移管され、その後フルプランの改定に伴い事業が拡大。草木ダム、利根川川口関が新たに高段に事業移管した他ならまたダムが計画れた。 1968年、昭和43年には、重川開発が事業に加わり、1974年、昭和49年には、荒川が水資源開発水系に指定されて、利根川水系と一体化した水資源開発が実施された。一方、建設省は従来足尾道山の高毒沈殿を目的としていた渡瀬せ水地の利水目的付加にも乗り出し、 1973年、昭和48年により、渡瀬第一貯水池、柳川湖建設事業を行い1989年、平成元年に完成させた。翌1990年、平成2年には、奈良又ダムも完成し、現在の利根川水系八ダムが形成されるに至った。八ダムより放流される水は、利根川中流の利根大関で取水され、武蔵水路を経て、 東京都へ送水される。この他見沼大用水や房総道水路、霞ヶ浦用水等を通じ埼玉県、千葉県、茨城県へも供給される。ダムの水は汚染しきった隅田川の水質改善にも寄与している。詳細は、ダムと環境参照。なお、50里ダム、川又ダム及び百八十三年、昭和十八年に完成した川地ダム、川は、 東京都に水供給を行わないため、8ダムからは外れた。その後、2012年、平成24年に完成したユニシ川ダム、ユニシ川を含め木沼川上流ダム群と、総称されている。このようにして、利根川水系は、首都圏の水需要と治水に応えるため、多数のダムが建設されたわけであるが、反面多くの問題を特に上流地域に与えた。 藤原ダム建設の際には169個の住居が水没することから、首都のために犠牲になるわけにはいかないとして5年にわたる反対運動が起こり、タゴソーダム保障事件の問題もあって事態は複雑になったが、群馬県知事の圧戦もあって、ようやく妥結にこぎつけた経緯がある。これを皮切りに、各ダムで反対運動が発生したが、老い上温泉が水没する、その現ダム。 川原湯温泉が水没する八ッパダムの建設反対運は特に強固で、八ッパダムでは、あず川酸性水問題による中断も合わせて、計画発表から52年を経た現在でも、本体工事には着手していない。そして、極め付きが沼田ダム反対運動であり、沼田市管町街を含め市の大部分2200世帯が水没することから、沼田市、 群馬県両社が事業に反対し、1972年、昭和47年に、時の田中閣営内閣が白紙撤回るまで社会問題として、国会でも議論の対象となった。利根川放水路計画も移転物件があまりに多大であることから、事業は立ち消えとなった。1990年代に入ると、公共事業の見直しという新たな問題が起こり、 大規模な公共事業に対する風当たりが強まった。折からバブル崩壊による地方自治体の財政悪化や人口増加が鈍化したこと、工場拠点の海外流出による水事業の減少がダム事業の見直しを迫ることとなった。これを受け奈良股ダム完成以降の新規ダム事業は大半が建設凍結中止となった。国、公団直轄事業としては川子ダム、 赤谷川、徳良ダム、片品川、日向ー,ーダム、平川、栗原川ダム、栗原川及び、渡瀬遊水地、第二貴工事、渡瀬第二貯水地が中止となっている。現在は八ッパダムと波間ダム、南間川が建設されているが、いずれも日本の長期化、ダム事業の代表例として、ダム問題の縮図の一つとなっている。また、下流域の市民団体からは、 水余りの状況で、両ダムは不要な公共事業であり、税金の無駄遣いとして、建設中止の訴訟や仮処分申請、監査請求が行われている。トネ川はこれら8ダムをはじめとする、河川整備によって、カスリーン台風以後堤防決壊を伴う、大水害は、地球温暖化で、記録的な豪雨災害が頻発する現在においても、起こっていない。また、 1994年、平成6年2005年、平成17年の全国的大渇水においても、首都圏は深刻な渇水被害は起こらなかった。こうしたことから八ダムは有効に機能していると言える。だが、川原湯温泉をはじめ首都圏発展のために犠牲となった水没地域の住民の苦難、苦労を忘れてはならない。現在、 利根川水系ダム群再編事業が計画中である。これは近年の地球温暖化に伴う極端な集中豪雨と干ばつに近い水不足の多発を受け、利根川水系のダム容量を再編して異常気象に対応しようするものである。この中で新規ダム建設や貯水容量配分の修正、目的の開廃、さらにダムの傘上げによる貯水容量の増加など、 多角的に検討されたが、最終的にダムかさ上げによるダム再開発事業を行うこととなった。そしてその対象として、藤原ダム、その原ダム、下久保ダムの3ダムが選定され、包み高かさ上げによる貯水容量増加を現在調査している。なお、利根川水系8ダム以外にも多くのダムが建設省や水資源開発公団によって利根川水系の 各河川に計画された。利根川海底改修計画や、利根特定地域総合開発計画、利根川水系工事実施基本計画の一部、全部海底において計画され、一部は実施計画調査や付け替え道路整備まで行われたものもある。だが、以下に挙げるダムは、時代の流れと共に中止になったり、あるいは計画倒れになってしまったものもある。 建設予定地点は推定された地点。なお、地名については2007年時点での自治体名称を用いている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。